皆さん盛り上がってください。さあ準決勝第1試合、先鋒戦ワンピガが井の代ビジョン、それに対するは吉野の蓮。さあ粘るから、さあ投げが刺さる、しっかり入れる、投げて、ここはさあ JB スカットところにしっかり西を刺し、ビジョン投げて、さあ猫置いたところに敵調子を出していく。さあここもしっかり着地入れる。あ、ここはジェリシーでまたりつく、ゲージ戻っておいしい感じ。さあ強気の出し投げ、ゲージを使って、さあここは裏回り、さあネタを見せてくる。さあまたりついて、ここは固める。さあここでカウンターして、暴れを潰して吉野が一本先取。ダウンド2ファイト。さあまず1本取ってない、お城のレーン空対空から、さあコンボ増えていたな、よしあったが、これサックスパで切り返してから、よしのも差し返すか、よしもサックスパ、体力は両者5分といったところ。さあここは猫歩き裏に回って着地硬直しっかり刺した、エイヤルに行く、猫刺して、ここはガラス先生西が見えていたが命拾い。さあゲージを止める、ここでジェリシー、さあこれ蹴りが当たるが口投げ、さあ受け身狩り分かってた。さあ先方戦勝利者の吉野蓮。さあ中堅先方戦、ワンピガが TI のクレセント式、さあ今コンボ決めてるのが吉野蓮、猫敷いて、コンボまたもや猫歩き、さあ猫歩きでしっかりジャンプしを避けつつコンボ決めている、猫をしっかり重ねて出し投げるか、シールドカウンターからゲージを使って、あダウン取る、猫歩きはうまく JB を刺す、空中ぐらい確認したが空中投げにいけない。さあ西から、さあティア式ゲージマックス、これがこれサクスパスで、いい処理で、ここは空投げ、ここはゲージ化しに行く、処理拳、さあ駒が刺さってティア式攻めに行く、さあ猫歩きから空中投げ、吉野も堅実立ち回る。ダウンの2ファイト。さあ画面端、ああこれは着地を狙う、ジャミー粘るけ当たらず、ビーロンド当たるが、さあこれ投げる、さあ EX ルールゲージ使って、これは裏回りジャンピーがあまり勝つが、これはタッシーが使って、さあティアも通行のホームミス、さあキルのソニーを使ってダメージの底上げ、さあこれ中段に当たる、これはいいダメージ、ゲージマックス投げに行ったところ暴れる、さあ投げてまだ死なない、さあ一段だけ読んだ、これは珍しいぞ、さあうち、さあここで TI が投げる、死ぬかと思った、
ダウンの3ファイト。さあこれはジェシーが放たして、さあ吉野もしっかりコンボ向こう敷いてステップでガードして猫を消す。そしてゲージマックス、さあ受け目は、まあまあ、もちろん取らない。空中投げです、処理拳あ5番が当たって投げる。さあ TI が攻めに行く、そして空中投げ、さあジャンプ C から入って、これは重いぞ、ゲージを使う。ジャンプ C からだ、さあこれゲージに当たる、さあこれ TI が安定あるところで解放、自身当たるか、まだ猫いる、空対空うまく刺して、さあこれが当たって、さあ吉野、さあ吉野が TI を倒し2打点。